こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。今日はですね、白身フライを食べていきたいと思います。おなじみ業スーで買った白身フライにタルタルソースをここぞとばかりにたっぷりたっぷりかけさせていただきました。はい、ということで早速いただきます。この上のタルタルソースがたっぷりかかっているところから。久々に食べた白身フライ、地元いる時はよく食べてたけどさ、一人暮らしすればなかなか揚げ物自体やらないし、白身フライなんて何年ぶりに食べたってレベル。でもタルタルソースっていうものはね、後半に襲いかかってくるものなので、こっちにもちょっとだけ分けといてね、ちょっとだけ急ぎ目で食べます。今なら無限に食べれる気がする。今ならね、今なら。うちね、のり弁に入ってる白身フライが大好きで、白身フライが食べたいがためにのり弁を買ってた。やっぱさ、揚げ物だからサクサクが美味しいんだけど、白身フライはね、時間経ってしなってしたやつも美味しい。ちなみにこれ揚げたって、ちゃんと。身が詰まった熱い白身フライも美味しいけど、薄い白身フライもサクサクして美味しいですね。タルタルのお裾分けです。よかったら。パコ。うるさい。いつも動画撮ってる時はお利口さんしててくれるんだけど、今日は暴れん坊将軍ですね。ちょっと休憩してました。ちょっとね。今日の揚げ加減は過去一うまかったかもしれない。プロってきてる。水がうめえんじゃ。やっぱり真冬でもね、いくら寒くても水はキンキンに冷えてる方が美味しい。常温の水も好きだけどね。でもね、白湯だけはダメなんだよ。白湯だけは。ダイエットしてる時に試みたことがあるんだけど、飲めなくはないんだけどね。だったら常温。
だんだんとお腹いっぱいになってきましたね。だんだんとね、お母さんの手作り、おばあちゃんの手作りって思ってれば食べれる。前にね、リクエストでチャレンジメニュー行ってみてくださいっていうのがあったんだけど、うちもやってみたいのよ、やってみたいんだけど、お店に迷惑かけそうで。もし余ったらお金払って持ち帰れるならいいんだけどね。ラストですね。タルタルを塗り広げて、うん、ご飯最後最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで白身フライにタルタルソースをたっぷりかけて食べていったんですけども、めちゃめちゃ美味しかったです。でタルタルソースといえばね、まだ合う食べ物たくさんあるので、次はアジフライになるかチキン南蛮になるかまだ決まってないんですけども、まあ、楽しみに待っていただけたらなと思います。で最初に飲んでたサプリメントなんですけど、実際に半年くらい前から飲んでるもので、リスナーの方からもね、サプリ飲んでたら教えてくださいっていう DM よくいただくので、まあ、興味ある方は参考にしていただければなと思います。こちらカロリー気にならないサプリっていう言うんですけど、こっちが糖質専用で、こっちが脂質専用です。糖質脂質の取りすぎに特化してて、例えばうちだったらスイーツ系の動画を撮る日だったらこっちの糖質を飲む。で今日みたいにご飯と揚げ物を食べる時って、糖質と脂質をどっちも取ることになるので、そういう時はどっちも飲んでます。でうちもね、正直気休めとは思いながらも、 YouTube 始めてから食べる動画だからいろんなサプリを試してきて、まあ、人によってね、体に合う合わないはあると思うんですけども、うち的には今のところこれが一番合ってるなっていう風に感じて飲み続けてます。やっぱりうちが動画で食べるものって正直栄養が偏りまくってるから、栄養補給として健康に気を使いながら、まあ、食べたいものを我慢しなくてもいいように、食べ放題の時とかもね、こうチャックもついてるから持ってって気軽に飲んでます。まあ一番いいのはバランスのいい食事、適度な運動だと思うんですけども、気になった方は概要欄の URL をチェックしてみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。そんなことも分からないようならば、やわない。